ここまで負けなしでいい形で試合できているので、決勝戦もこのチーム一丸となって戦えればいいかなと思います。まず決勝に進めたということで、一つ安心したとともに、また少し気持ちを引き締めなきゃいけないなと思っているところです。で、明日の決勝ですが、自分たちが今まで今大会やってきたこと、大会前にやってきたことを、しっかり出せるように頑張りたいと思います。このナイロという地で僕はカーリングに出会って、で今までここまでしっかりここでやらせていただいて、そこから札幌に行ったり、で今は北見に行ったりで、ようやくこのナイロという地でいい大会、日本選手権といういい大会に出れて、とても嬉しいですし、その舞台で決勝に上がれたというのはとても嬉しい気持ちと、本当に最後まで成長した姿を、地元の方に見せられたらいいなと思ってます。大会中に悪い時もゲームを落とさずしっかりと勝ってここまで来れたのは良かったことかなと思います。で今のゲームもすごく集中していいパフォーマンスできたので、次の試合は今以上なプレーをすれば、おのずと結果がついてくるかなと思うので、集中して臨みたいと思います。ホッとしてます。で、今の試合は結構流れも最初から最後まで流れもいい形で来てたので、決勝戦もいい流れのまま勝ち切りたいと思います。全勝でまず決勝に進めたということは非常に嬉しく思っていますし、チームの状態も非常に良いので、決勝に向けてしっかり休んでまた集中し直したいと思います。